はい、レイマルトークタイムです。今日8月13日のフラゲ日なんですよ。8月14の発売前ってことでフラゲ日に今日受け取ったんですけど、今日テストが2個あって、その2個ともボロボロやったんですけど、今日を生きる活力としてはこれが届いたから今日頑張れたみたいなことはあります。で帰りとかにまだ受け取ってない、これ今動画撮る前にツイッターとか見てて、モーモリコール邪魔っていうツイートを何件か見て、自分もモーモリについてツイートをさせてもらったんですけど、モーモリは邪魔よね、コール邪魔っていうか、世界観が崩れるっていうか、世界観に合ってないっていうか、超絶可愛いとかね。でそのことに関してはいいけど、そのガラスを割れが発売されてモーモリが披露された初めの頃ってコールは普通にあったんですよ。間の取りやすい曲っていうか、コール入れやすい曲っちゃ曲なんで、最初の頃はコールがあったりとか、まだその世界観を理解されてなかったみたいな感じで、正直自分は景気枠2018参戦したんですけど、千秋楽もその時もコールしちゃってました。超熱可愛いは言わんかったかもしれんけど、ここからここからとかユートピアとか言っちゃってたから、何とも言えないんですけど、今なリアル今のファンが今日とか見てコール邪魔やな、じゃあコールしやんとこって思うのはいいんですよ。めちゃくちゃいい傾向やし、最近本当に前回のアニラとかもそうなんですけど、本当にコールが少なくなってきて、モーモリに関しては自分モーモリ大好きなんで喋るんですけど、まだ見てないですよこれまだ見てないから言ってる、まだ見てないんですけど、モーモリ邪魔やなって思うのは自由なんですけど、その時のファンをけなすのはちょっとやめてほしいなって、自分も言ったっていうのもあれなんですけど、その時はまだ世界観が理解されてなかったっていうか、浸透してなかったっていうだけでいいかなって思います。でそっから世界観が理解されてモーモリとか黒い羊とか、全くコールっていうか、コールするしないっていう概念がなくなってきたじゃないか。まず盛り上がるとこは盛り上がる、聞くとこは聞くっていうのに、なんかファンも一緒に世界観を作り上げることができるとか、作るファンも世界観作りの一つのものっていうのをみんなが認識したら、もっと良いライブ作りになるんじゃないかなって思います。ファンのその掛け声とか姿勢とかによって、多分すごい全体の様子が変わるなって思います。しかもアイドルでファンの声邪魔ってすごいんじゃないですか、ライブ的にも鑑賞的にも。で確かにファンの全員が理解され、なんて言ったら、全員が理解してほしいとか、全員が理解しろっていうわけじゃないんですけど、した方が絶対いいものが見られるなって思います。またね、モーモリ見てから多分モーモリ一生繰り返すと思うんだけど、この16拍を家で見るって考えたら本当にもう生きれる、それで飯食えるから、ちょっとこれ見てからね、またレイマルトークタイムでモーモリの話したいと思うんだけど、まだモーモリ見てない段階のレイマルの意見で見てからしっかりと発言したいなって思います。いやマジでテスト頑張った。レイマルトークマジで楽しい部屋で一人で喋ってるだけやけど、意外と見てくださってる方がいるので、本当に嬉しいなと思います。これからもよろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上かな。今夜の10時ぐらいやねんけど、今から見て明日も授業頑張りたいなと思います。では以上です。バイ。